お送りしたのはシーズで追い風でした。先ほどは、打たせて取るピッチングは統計学的には存在しないことや、3点リードの9回はクローザーを使うべきではないということ、重要な局面の場合であれば抑えを8回から投入するべきだったり、継投のやりくりだけでチームは最大で年間 4.5 勝分を上積みすることが可能だということや、あとはパリーグの投手がセリーグの投手より球速が速いという噂は、まあ、デマなど、まあ、投手の知っておきたい野球の新常識をお話ししましたが、今度は野手にまつわる新常識を一部ですが紹介していこうと思います。まずは、まあ、簡単なところから、まあ、よく耳にする長打率という指標がありますが、これは長打を打つ確率ではありません。長打率というのは、まあ、一度の打数でどれだけ遠くの塁まで進むことができるのかという数字で、まあ、本来であれば、まあ、塁打率というのが、まあ、正しいです。まあ、例えば、まあ、王貞治氏の、通算の長打率は、なんだっけ634かなですが、まあ、これは、まあ、1打席で、まあ、平均 0.6 塁打ということになります。さらに、長打率という指標は、まあ、欠点があって、まあ、計算方法が、まあ、塁打割打数で、まあ、これでは、まあ、シングルヒットも含めてしまいます。まあ、例えば100打数で、まあ、シングルヒット100本の打者と、まあ、ホームラン25本の打者では、どちらも長打率が、まあ、1と、まあ、同じ数値になってしまいます。そこで、まあ、セーバーメトリックスには ISO という指標があります。まあ、これは長打率から、まあ、打率を引くというシンプルな計算方法なんですが、まあ、これによって、まあ、単打を取り除き、より純粋に長打を打つ能力が評価することができます。まあ、選手の長打力が知りたい場合は、まあ、長打率ではなく、ISO を、見るようにしましょう。あとは、まあ、セーバーメトリックスにおいて、まあ、バントや盗塁は、まあ、そこまで有効な戦術ではないという話を、まあ、過去に話しましたが、まあ、敬遠もほとんどの場合で、まあ、守備側が不利になり、まあ、あとは、まあ、極端な守備シフトだったり、まあ、キャッチャーのリードの影響もほとんどないと言われています。あとは、セーバーメトリックスは統計学であるため、まあ、サンプル数が少なければ、まあ、偶然の要素が大きくなって、まあ、数字が、まあ、選手の実力を示しているとは言えません。まあ、では、例えば、まあ、新外国人のような選手を見定めるまでに、まあ、必要な打席数は、まあ、長打率なら、まあ、320打数、出塁率なら460打席で初めて実力の要素が半分以上になると言われています。そして実力を反映するのに最もサンプルが必要なのは、まあ、打率で、まあ、これは910打数も必要になって、まあ2シーズン近くかかる計算になります。逆にサンプル数が少なくても、ある程度傾向がつかめるのは、まあ、三振率で、まあ、打者なら60打席、投手なら打者70人との対戦があれば、まあ、半分以上は実力による結果と考えていいです。なので、まあ、1シーズン打率が高かったからといって、まあ、その選手への過信は禁物だということと、まあ、今シーズンのプロ野球で、まあ、多くの新外国人選手が、まあ、未だにチームと合流のめどが立っていませんが、まあ、最初に、打者なら60打席、投手なら打者70人と対戦したら、その選手の三振率に注目してみましょう。そして、まあ、従来の野球には、まあ、初球は相手投手の球を見るために様子見するべきで、初球打ちは投手を助けるだけだという考え方もありますが、まあそれは正しくはありません。ボールカウント別の打率を見てみると、まあ、基本的に打者はボール先行のカウントであれば打率は3割を超えているのに対して、まあ、ストライク先行のカウントだと打率は1割台にまで下がります。つまり、まあ、投手が2ストライクまで追い込むと、まあ、圧倒的に投手が有利。反対に2ボール、3ボールとカウントが悪くなれば圧倒的に打者が有利です。では初球はどちらが有利かというと、まあ、打率が3割を超える、打者の方が有利です。まあ、初球は投手が勝負を優位に進めるためにストライクを取りに来る傾向が強いからだと思われます。まあ、そのためメジャーリーグでは、まあ、打者が初球の狙い球を厳選して、まあ、長打を打てる球に限って振りに行くという、まあ、そういうアプローチをする傾向が近年のデータから見られています。日本のプロ野球でも、まあ、カウントの特性をより理解し、初球だからと慎重にはならず、
甘ければ積極的に打ちに行くアプローチがこれから必要になると思います。と、まあ、まだまだ本当は話したいんですが、まあ、今日はここまでにしたいと思います。まあ、今回話した新たな常識を念頭に置いて、明日からの開幕するプロ野球をより楽しく見てもらえたら幸いです。それではここで一曲、今月メールでリクエストいただいたアーティストの楽曲です。サウシードッグでいつか。